LGの3時のおやつ。今日の3時のおやつでございますが、これはあれだね、地元のお菓子屋だね。福岡千住山口製菓って書いてあるから、はい、近所です。はい、満心堂の餅ドラね。今日はこれをいただきます。北海道産の小豆を使用したもちっとした食感の生地に粒あんを挟みましたって書いてあります。開けてみます。山口製菓か、千住の商店街です。はい、こういうもんです。中を開けてみましょう。粒あんというよりも、あ、粒あんか、練りあんみたいに細かいですね。はい、これをいただきます。うん、もちっとしてます。もちっとが流行ってますね。猫もしゃくしももちっと。うん、これは甘い。この前のよりも甘い。前回あの栗あんのやつやりましたよね。あれ全く甘くない。栗だから。まあ多少はその砂糖かなんか入れたんだろうけどね。この小豆あんみたいには甘くないですよ。これは甘い。甘いのが好きな人はこういうのがいいかもね。うまい。もちどらね。山口製菓監修って書いてあるな。ということは満心堂ってよく左側の上に書いてあるから、これ山口製菓が指導して作ったやつですな。なるほど、満心堂が作ったんだ。なるほど。いや、作ったのは両友パンだ。それで販売者が満心堂か。なんだ。こういうことでございました。何のかんの言ってるうちにもう食べ終わりました。もちどら、ね。ごちそうさまでした。今日の3時のおやつでございました。またお会いしましょう。バイ。テルジーチャンネル。